さあ、ということで、スタイルライズツアーの、目指すとは行きたいと思います。切り散らかしてるやん。ユナイテッドサポやと思われんで。レッドライト、うわ、レッドライトこれあれやな、でも画面で見たらめっちゃオレンジやわ。オレンジ、うん、ちょっと俺もマンチェスターユナイテッド来ちゃったから。すごいよ、マンチェスターユナイテッドのショップ、これも左側にはあると。あるんで、めっちゃあるやん。ちょっとメガストア、うん、回っていきたいと思います。行きましょう。じゃ、マンチェスターユナイテッドってやっぱかっこいいからな、普通に。そうやね、すべてがな。だからもう普通にもうこういうユニフォームポンってあるんやけど、まあこんなのもありきたりなんでまあユニフォームは正直どこでも買えるからね。かも行っても同じなんで、ね、日本でも買えるし。なんかこっちならではのもちょっと探していきたいなと、うん、いいね、かっこいいな。白のアウェイ、なんかもう シンプルがいいよな。シティもさ、はいはいはい、この色使ってるけど、うん、去年か今年か。今年かっこいいね、この色は。ちょっとくすんだ赤じゃないけどな、うん、なんかサングラスあるで、ね、いっぱいサングラスサッカークラブのショップにサングラスあるで。なんかこれはその関係あんのかな。なんかまあ普通に かっこええなっていう感じやな。いいあんま詳しくないか分からんけどポール・スミス、え、コラボみたいなこと多分ちょっと見る、うん、ポール・スミスはもう有名やもんな、イギリスの。ポール・スミスはもう有名ですね。コラボみたいな感じや、うん、選手とかこれつけてんのかな。ああ、そうかもね。110ポンド、高っ。高いです。2万ぐらいするやんさすがポール・スミス。ドライヤー、電動マッサージちゃう。デンマか。おい、ちょっと俺ちゃんと風呂で言ったのにちょっとマンチェスターユナイテッドのね、うん、デンマをあ、つかない、つかない。あ、まあこういう感じつかない。マジでいいやつなんかもしれんな。なんも売らないの。確かに。あ、書いてみよう。399ポンド、400ポンドですね。なんぼ7万ぐらい7万円ぐらいします。引くって病院行った方が早いやん。これも普通にかっこいいねんな。アウェーな、うん、緑の、うん、これ好きやわ俺。これええ色やな。珍しいよな、このマンチェスターユナイテッドの緑、うん、これ CLC よ、ほんまや。こっちがかわいいな、普通に。うわ、長袖売ってる。長袖はいいよ。長袖あんまないもんな、うん。ええな。65ポンド。はい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 。え、マジ普通にありやな。うん。普通にいい色や。ちょっと見して。めっちゃかっこええやん。ちょ、ユナイテッドサポーターええな。うん。ちょっとな、センスいいわ、この服の。うん、この緑とかもちょうどええやん。なんかいいね。もう俺スパサポでよかったわ。買わんで済む。ラストサイズコーナー。こんなんはもうマンチェスターユナイテッド関係ないんちゃう。関係ない、アディダスオリジナル一応でもその色があれってことなのかな、うん、まあでもアディダス系も売ってるんやな、きっと。うん、そういう感じで。だってのはもうだってナイキとか売ってるもん。ただのナイキ、うん、ただの、うん、マスコットちゃん。お、デビルちゃん。こんな可愛い感じなんや。可愛いな、めちゃめちゃ。プレミアリーグのマスコットキャラってあんま分からんよな。分からん。なんであんなさ、日本の野球とかさ、うん、もう分かるやん。野球、J リーグも確かに分かるな。おう、なんか野球そんな興味ないけど分かるやん。分かる分かる。あ、これ阪神やとかさ、うん、あ、巨人やとか分かるやん。なんでプレミアリーグこんな見てんのにさ、ピンとこへんやろな確かにな。マジで、まあ、野球はやっぱりな、うん、そのタイガースとか、はい、ドラゴンズとか分かりやすいか、うん、巨人とか、そうやまああれウサギかでも巨人のやつは。そうやな、ラビット。でも野球は確かにな、もう覚えて分かるよ。分かる、これどこのやつやって分かるもんな。ちょっとレトロジャージ。うわ、めっちゃええやん、ね、スペインみたいな。なんか確かにちょっとちっちゃいセールなってますほんまや。おい、時計とかもあったり。32ポンド、意外と安い。これはでもファンでも買わんか。うん、ちょっと子供っぽいかもね。恥ずかしいな、うん、あ、これちょっと安い安ネクタイもでも可愛いな。15ポンドよな。はいはいはい、うん、なんかめちゃくちゃ。でもこんなんいつつけんねん。
確かに。でもこの色はいけるか。うん、まあここ隠せればな、うん、会社、普通の会社に出勤するときぐらいやったらいけるかもな、うん、でもこっちやったらな、なんかええんかもな、こういうのでもさ、いいかもしれない、うん、お前ユナイテッド好きなんかいみたいな、ウェーみたいな、うん、日本でどうなんやろな、こんなんあかんのかな、日本ではこんなんちゃんとつけたことないもんな成人式とかでしかつけたことない、うん、僕就職したことないんでちょっとわかんないですけどこうクリスマスシーズンになる、はいはいはい、あるからね、クリスマス、うん、各クラブクリスマスジャケットっていうね、うん、クリスマスの日だけ着るこういうなんかニットみたいなのとかあったり、はいはいはい、これはでもクリスマス過ぎれば、今は30ポンドやけど、うん、もうクリスマス過ぎれば安なるんちゃう、一気に半額ぐらいになるんで買い、でもその時だったらもういらんもんな、うん、こっちでこっちの人もみんなクリスマスの日に、うん、こうふざけたニット着るっていうなんか、はいはい、文化が、そうそうね、だからこういうユナイテッド好きな人はみたいな、なるほどな、うん、ユナイテッドってあんま言わん方がいいか、どうやろうな、他にも入荷するとかあるからっていう、はいはいはい、まあユナイテッドやもんな、でもマンと呼ばさせてもらう、あ、よくないです、はい、マンサポのね方とかもあのこんなん着てね、日本やけどまあクリスマスに、うん、ね、マンサポで集まってさ、マンサポ何回も言うな、マンサポダメなんですか、よくないやろお前、マンサポ何がとは言わんけど、マンチェスターユナイテッドファンみんなで集まって、はい、クリスマスパーティーするときはみんなでこんなの来てもな、いらんないいと思いますマンサポやったらシティの人も来るやんけいいや、その時だけは仲良くクリスマスの休戦みたいなまあなんかこういう家庭のさ、もうなんか家庭用のもの、はい、スリッパとかね、そうそう、とかを集めるには、まあ、こういうストアとかな、うん、確かに公式ショップじゃないと無理やもんな、うん、ユニフォームとかはもうカモとかでも買えるからな、買えるからさ、だから小物とかな、うん、うん、ヘアアイロン、ヘアアイロン、マジ何でもあるやん、マンチェスターネイティブの水回り揃えるぞなんで作ろう思ったすごいね、ドライヤーとかもあるわ、ドライヤー、まあでもドライヤーはちょっとテンション上がるかもな、自分の好きなチームの、確かにな、なんとなく機能性大事やけどな、確かにドライヤーに関してはドライヤーなんては、バリカン、なんかのクイックカット、ちょっとでかない、あでもバリカンやな一応、はい、ゴルフする人用や、あゴルフグッズ、ゴルフグッズもいっぱいある、ゴルフグローブ、グローブとか、いいやグローブあったり、ちょっとボロボロな何これ、傘、傘でしょうか、わー傘や、いやなんかまあ、これもゴルフのゴルフアンブレラ、あーそんなんあんねや、うん、俺中学生の時マンチェスターユナイテッドの傘持ってたわ、あじゃあもうここでね買った、まあ、誰かがここで買ったものがいやちゃうのよなぜか中学生の時か、中学生の時持ってたわ、なんでやろな、分からん、多分お母さんが買ってきたんよ塾でパクられた、マンチェスターユナイテッドの傘を、ああ傘このバランよう見るよな、この写真、分からん、俺がなんかそのサムネとかに使ってるんだけど、そうか、うん、俺あんまイメージないわこの写真をよく見ると多分よう出回ってる、このバラン出回ってるんよな、この写真がな、うん、怪我人3人衆か怪我人3人組、怪我さんやなまあみたいな感じでしょ、はいはい、まあ、外すご、外すごいなこんなんなんや、女子か、これはなんかこれ全女子やね、うん、まあオールドトラフォードのスタジアムツアーは、まあ、まだ別の動画で上がってますし、うん、これショップ、うん、メガストア行ってみたよという動画でした、はいはい、今回の動画面白いと思っていければぜひチャンネル登録よろしくお願いします、何か感想などコメントお願いします、通常に効果もお願いします、ということで概要欄からナビ券ロンドンもぜひチェックお願いします、ではまた。